ちは、にわせよということで、今回は、まあ、前回俺が好きな韓国の曲紹介させてもらったけど、うん、まあ、スンヨが日本の好きな曲3曲あるっていうことやったから、そうやな、これめっちゃあるから、マジに。あ、めっちゃあるね、スンヨ。そう、めっちゃあるけど、最近絞れた。そう、絞った曲は、うん、まあ、好きやけど、プラスなんか思い出があるっていう曲をちゃんと選んで、3つに、まあ、3曲選んだからさ、あ、まあ、今から見せろ。はいはい、あ、じゃあナンバー3から、あ、そのランキングつけたみたいな。そう、ちゃんとランキングつけて、でも、まあ、ちょっと微妙かも。難しいやろ、ランキングつけたって。そう、結構難しかったんやから。むずいって。まあまあ、まあまあ、でもやるやそれで。そうそうそう、どっちでもいいかな。トライしよう。うん、じゃあ、まず、はい。はい。見といて。じゃあ、絶対見たらあかん。俺知ってるんかな、俺そんなに。いやいや、絶対知ってるって、見といて。マジで。絶対知ってる。絶対知ってる。おー、意外これ知ってるやろ、絶対。もちろん、あ、もちろん知ってるやろ。この曲はめっちゃいい曲や。これラバーズゲンやった？いや、もちろん。あ、じゃあ、テヤモン。いや、これ意外というか、俺も思い出あるよ、もちろん。あの、ラバンザギンって言っちゃったけど、まあ、ティアモとかこういうエグザイルは高校生ぐらいの時はカラオケ行くとそれこそみんな歌ってたから。なんか、俺さ、この曲知ったきっかけが、俺一回日本、まあ、日本行った行ってからそこまで経ってない時に、まあ、美容師、まあ、美容室行ったやんか、髪、うん、まあ、そのパーマかけに行ったけど、うん、そこの美容師さんが、なんか俺にさ、韓国人ですかみたいな感じで、なんかまあ聞く、まあまあまあ、言って、俺が、あ、はい、韓国人ですみたいな感じで なって、で、ちなみに音楽とか、日本人の音楽とか聞くんですかって聞かれて、いや、わかんないですって言ったら、あ、エグザイルとか、すごいですよみたいな感じでさ、おすすめられて、で、彼がまあ、ずっと言ってたのは、エグザイル歌えたら、日本人めっちゃ元気するから、そうそうそう、そうですかみたいな感じで。で、結果持てたん？いやー、ちゃんと歌えてないな。あ、ちゃんと歌えてないそうそう、あ、そういうこと。惜しかったな。じゃあ、2個か。2個行こう。結構最近の曲だけど、うん、見ていい？ Nope。 いける、いいか。もしれん、知ってるかな。青いまま置かれてゆく、あ、知ってる、知ってる、知ってる。好きなままで消えてゆく、私みたいとてにとて。映画はちなみに、あ、映画ないよこれ、うん、あ、今日僕もこれ俺、これ絶対ここで知らんやろ。あ、曲は知ってるな。曲は知ってるけど、まあ映画は知らんかって。映画っていうか、そのアーティスト名とか分からへん。そう、ブラックナンバーっていう。あ、バックナンバーや。そう、バックナンバーや。俺、分かってないや。え、思い出あるこれ、ほんまに。いや、これはないね、これはないけど。バックナンバー知ってるわ、あの名前は。これは俺ないけど、選んだ理由って、この映画がめっちゃ良かって。これ最近やんの？そう、最近の映画で、この映画の撮影地がさ、京都やんか。うん。で、だからめっちゃさ、めっちゃもうハマって、俺、映画って普通に2回見んやんか。うん。で、これは2回見てたから、めっちゃ良かった。そう。で、その音楽がめっちゃ好きやったから、あー、これこの曲めっちゃハマって。で、しかもなんか韓国ってあんまりバンドって流行ってないやんか、日本みたいに。うん。日本ってめっちゃバンドってさ、うん、流行ってるやん、そう。ミスチルとかもそうやん、大好きやと。でもな、韓国ってそういうイメージないからさ、うん、実際これ、そう、1位言っちゃったんじゃん。いや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 、ミスチルは、いや、ミスチルは俺好きやけど、うん、なんかその思い出がそこまでなかったから、そう、大好きやけど、うん、まあ、入ってない、うんうん、でもその俺、まあ一応バンドの音楽めっちゃ、まあ、新鮮で日本で結構聴いたから、この曲もかなりいいなって、うん、まあ、映画もすごく好きだった。へー、いいな、今日から、ね、絶対ね、行ってほしい。そうやな、知らんかったよ。お前ロマンチックだろ。え、ロマンチックだよ。あ、ロマンチックないそうそうそう、あ、そうか、ロマンチックだったら絶対見るべきか。そう、見ないとさ、お前言えんねん。ロマンチックだね。そうそう、絶対見えんから言えんからさ、うん、これは絶対さ、この英語は絶対見てほしい。次行っていいかな。見んといて。あ、もういける。次は、意外かもしれないけど。意外ってことは、俺知ってる。知ってるな、多分。星が顔あなたが眠る頃、知ってるかな。いや、この彩香は知ってるけど、あ、願う人がいる、明日もあなたが笑ってられますようにって
曲って好きじゃないの？いや、好きやね。あ、知ってるわ。これ CM の曲やってんだから、うん、俺が日本におった時に、まあ、CM の曲やったけど、なんかどういう CM かわかんないけど、まあ、CM の曲で、これもかなり思い出があって、うん、なんか俺、大学帰ってた時にさ、2年間ぐらい、2年ぐらい片思いしてて、うん、日本人の子にさ、片思いしてて、うん、で、今この歌詞は多分違うけど、なんかその最初の歌詞ってあれやんか、あなたの笑顔は誰が見るかかるみたいな感じやんか、あ、その子の笑顔が良かったね、そう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 、いや違う、で俺カラオケ行ってこのなんかさ曲好きやったから、うん、もう歌ったやんか、で友達が俺は片思いしてるってみんな知ってるから、 そのあなたっていうところを彼女の名前を入れてさ、いつも俺のことめっちゃいじってて、あ、その友達が歌うってこと？いや俺が歌うけど、いやその名前に絶対入れてほしいみたいな感じで言ってて、で友達会った時にもなんかそういうなんかこの歌をまあ友達が俺になんか歌ったりした時も彼女のなんか名前がさ、そう入ってなんかそういうなんか感じがしてたから、あ、じゃあスンヨンだけの思い出っていうよりもやっぱその友達とかもじゃあその特定の人は知ってんのよ、うん、あ、この歌聞いたら、あ、だからまあこれはかなり俺めっちゃ好きやで、本当に彩香のことめっちゃ好きやし、彩香ってこの彩香、そう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 、めっちゃ歌めっちゃうまいやん、うん、これ本当にめっちゃうまいなと思って、歌もめっちゃうまいし、めっちゃいい曲多いし、これかなり聴くけど、その中でやっぱりこの曲が一番俺的に思い出があるっていう、これずっと好きやった。片思いの子は結局でも結ばれへんかったんやじゃん。ああ、そうなんや。悲しい。あ、悲しい思い出やな。悲しい思い出なんや。いや、ほぼ2年近く片思いしてたから、もうすごいから。ああ、すごいな、それは。まあまあいいけど、まあでもまあ今もみんなの同じ空の下やし、そんな何が起こるか分からんから、そやな、同じ空の下もっとかおればうっさいな、ということでありがとう、ご自宅休んだ。チャンネル登録、いいね、コメントお願いします。駆動ちょわよ、ふたけよ。